はい、どうも、おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、12月19日火曜日で朝6時の相場解説になりますけども、日銀の金利発表があります。これがね、時間にして15時30分。まあ、いつもの時間ですよね。定例記者会見ということですけども、こちらの方でもしかしたら、日銀の金利、利上げの発表があるかもなっていうところで、随分前から色めき立ってるわけなんですよね。まあ、前回の植田総裁の発言では、金利の上昇っていうのを明確には言いませんでしたけども、年末年始とチャレンジングにしていくっていうような表現でしたね。なんとも曖昧な表現じゃないですか。で、これに対して、あ、いよいよチャレンジっていうのは金利を上げることに挑戦するんだなっていうふうに、まあ、マスメディアの方は風を吹かしたわけなんですけども、投資家さんの方もそれに反応してね、大きく円高の流れが起きたわけなんですけども、6円ぐらい円高の方に触れたんですよね、あれ、一瞬で。でもその後すぐに5円戻して、結局は落ち着いた値段が142円付近ということです。で、今週に入って週の展望としては、一旦円安の方向に戻るんじゃないかなってことを私は申し上げたと思います。ちょっとこの辺で補助線入れますよ。先週植田総裁の曖昧な発言によってドーンと落ちたこの流れがですね、今週に入って円安の方に行くんじゃないかなってことが、その通り今のところは実現してるってところです。ですんで、一旦調整に入って、今週はこのまま140円終わらない展開だと思いますが、ただ私たちがトレードでやっていきたいのは、1時間軸がどうあるのかってことなんですよね。で、そうなってくると、単純に倍の方でエントリーを張っていけばいいのかっていうことではないんですよね。やっぱり場合によってはセルの方で舵を切って利益を取っていくってことにもなります。ただ今、日足の方は右肩下がりであるのは右肩下がりであると思うんですよ。ご覧のように、下の方に今、下押し圧力がありますよね。その中で、乖離が起きて戻っているっていうふうに、この日足でテクニカルを解釈するとなるんですけども、それは単純にですね、まあ、売られすぎっていうのがあったからですよね。植田総裁の発言があまりにも市場を刺激すぎたってところがありますんで、今、冷静になって戻ってきてるところかなと思います。そういった大枠の現象を捉えた上で、4時間の方を見ていきますね。はい、4時間の方ですけども、揺り戻しはあるにはあるんですけども、その動きってのが、昨日を見ていたらわかるようにね、そんなに派手ではないんですよね。まあ、アセンディングトライアングルみたいな形だよねっていうふうに昨日申し上げましたけども、だとしたら上の方に抜けていって、今この4時間の移動平均線をね、渡り切ろうとしているところですから、もしかしたら日足と同じように上昇の方に転じるかもしれません。ただこの上昇は限定的で、結局は下落の方にこれから戻っていくんではないかなと思います。その時に植田総裁の発言が円高に行くよっていうことでしたら、この流れっていうのはね、また5円6円とは言いませんけども、3円4円動かすには相当するんじゃないかなっていうのが今日の見方です。ですんで、一部の方はトリガーをかけるっていうことはね、するかもしれませんね。私もそれを、まあ、こっそりとお勧めします。トリガーにつきましては、ここではちょっとね、お話できませんので、個別でメッセージいただいた方に解説することになります。はい、そして今日1時間軸ですけども、昨日ちょっと振り返ってみましょう。昨日はこんな形でレンジを張ることができたと思いますけども、前半はですね、下の方に重点があって、後半は上の方に価格帯が推移してました。つまりこういうふうに移動したわけですよね。で、こういうふうにじわじわと上がってくるレンジの形っていうのは、まあ、非常にね、ポジションが取りにくいってところがありますんで、というのがね、今見ればこうやって自己解説できますけども、その時はこのレンジでずっと見てたわけですから。だからブレイクしたようなしてないようなみたいな感じで、上に抜けきらない展開が続いて、振り返ってみたら、あ、レンジがこういうふうに小刻みに推移してきたんだなってことが後でわかるぐらいなんですよ。これがだからね、昨日の時点で細かくわかるようだと、本当すごいセンスがいいなっていうところですよね。それから、今日こうやって見てみますと、ここはもう完全ブレイクしましたね。ブレイクして今調整が入ったってところです。それから移動平均線ぶつかっていますんで、で、4時間とか日足を見てもわかるように、ここから上の方に行く可能性が非常に強いかなっていうふうに見るんですね。普段のテクニカルだったら。でも今日は15時30分にこれがありますから。日銀の金利発表が。だから単純に倍の方で貼っときゃいいの？
っていうと、そうではないんですよ。昨日はそれでもね、分からなければ C といえば倍かなってことだったんですけども、今日は倍どころか金利の発表の匂わせ方によったらね、前と同じようにガーンと下に下がる可能性があります。それこそこんなところなんて簡単に突き破っていきますよ。じゃあどうすんのって話になります。お話します。今日一日の展望です。日銀の発表があると思いますので、そこでね、私はやっぱりそうは言ってもね、円高の方に行くと思うんですよ。だからトリガーを張っておきたいと思います。一つはこの上底、ここを破ったらセルで入る。もう一つがここね、上底下底でいうと下底ですね、ここを破ったら下に入る。もう一つがこのヒゲ先、このヒゲ先を破ったらセルで入る。この3つのエントリーポイントを今設定しておくことができると思います。もちろんこれはテクニカルというよりもファンダメンタルの要素が7割ぐらいですから、15時30分付近の時間が取れる方は待ち構えていたらどうかなってところです。それ以外にエントリーをするチャンスっていうのは見れないと思います。本日はそんなところですね。はい、それではね、今日はあと、そうですね、もう相場解説細かくしてもしょうがないので、何か特別なことがない限りは、今日は、15時、そうですね。まあ、夕方までしないかもしれないですね、今日はね。うん、まあ、特別なことがない限りは、今日は、次の相場解説、17時か18時ので終わりにします。あえてそうします。それでは今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。